それではですね、マイドリさんの皆さんには残っていただいて、もう一組アイドルを、呼び込みたいと思います。西日本ハンバーガールゼータの皆さん、それではこのステージ最後の1曲をお届けしたいと思います。通天閣が100周年の時に、作らせていただいた曲です。通天閣ラブストーリーという1曲で締めくくらせていただきます。ではどうぞ聴いてください。登場いただくハンバーガールゼータの皆さんです。せっかくなのでね、自己紹介簡単に一人ずつしていただければなと思います。久保みなみです。みなみって呼んでください。お願いします。はい、お願いします。谷川美月です。みーたんって呼んでください。よろしくお願いします。呼んでください。お願いします。谷川リオナです。リオニャンって呼んでください。よろしくお願いします。はい、美咲ゆうりです。ゆうりって呼んでください。よろしくお願いします。ゆうり。つつみゆうかです。つうみって呼んでください。よろしくお願いします。つうみ。門中里奈です。りなりって呼んでください。よろしくお願いします。呼んでください。よろしくお願いします。久米アリサです。メアリーって呼んでください。メアリー。
のハンバーガールゼータの皆さんたくさん今日は来てますので、この後はね販売会ではチェキも行われるということですので、皆さんたくさん、チェキを取っていただければと思います。そしてですね、物販の方はどうなっているかというと、リーニャどうなってますか？はい、私たちの物販の方が、あちらに缶バッジがあるんですけど、こちら全員分、まだ研究生の分はないんですけど、現役メンバーの9人分の缶バッジがあります。こちら各500円です。でそれとポスターの方が2種類、こちら各1000円になってます。それとさっき言っていたチェキが各500円でありますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして前撮りはなっちゃんお願いします。はい、私がですね忘れ続けていた生写真がやっと今日持ってきたので、おお願いします。お願いします。すいませんね、やっとよかった。大きいのが400円で、ちっちゃいこんぐらいのハガキぐらいのサイズのが200円。安い。そうです、安いです。サインも書きます。サインも入る。はい、あとチェキ、チェキもあります。あ、ポッキーガールの衣装で、はい、はい、ではぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、忘れずに5月2日 NHK ホール大阪で私たちワンマンライブをします。イエーイ。もう残りあと3日ということで、まだチケットまだ手に入れてないやという方はぜひ今日ゲットしてください。後ろのブースで販売しております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではアイドルの皆さん一旦控えていただきまして、販売会の方に移らせていただきます。本日は通天閣へのご来場本当にありがとうございました。